ヤクルト、中日ドラゴンズと仲良く完封負け。ヤクルトは広島に黒星を喫し、3連敗、借金は今季最大のことなった。タッツ、完封されたよ。タカッツ、完封されたよ。点が取れない歯が立たねえ。エラーして笑わせてもらったので今日はもういいです。1点も取れないんじゃ吉村でも坂口でも石川でも変わらなかったな。120球近く投げても球威落ちてないし、いい投手になったなとこた。吉村で勝てなきゃ3連敗では止まらなそう。負け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 。何か淡々と見せ場なく過ぎてくな。今年マジで面白くない試合多い。9連戦9連敗の予感。単純に完敗なので悔しくもないだろう。中日さんがナイアガラしてるけど、やっぱ5位まで落ちてきてしまうのか。タッツ VS 高津。吉村かわいそうだな。トコタ打ててないのはどこも一緒。ヤクルトだけではない。いい試合だっただけにあの一本もったいないな。明日までヤクルトのファンやめるわ。借金独占へ。打線はつなぎが乱視点が取れないから投手が耐えきれなくなる。これだとリードする展開になっても中継ぎがやらかすパターンが待ってるよな。